もしもし。なんだよ。今じゃなきゃダメか。わかったわかった。ったく、今から行けばいいんだろ。それより見せたいものってなんだよ。別に普通の鏡だろう。確かに古そうだけど。なんともねえだろ。別に悪い鏡じゃねえから安心していいと思うぜ。今日は悪かったな。友達からちょっと断れない頼まれ事ができてさ。なんだ、てっきりフラフラとどっかで遊んでんのかと思ったんだけど、お前彼氏もいないのか。相変わらずだな。まあそんなんじゃ当分彼氏はできそうにないけどよ。気にすんなってば。の、ほらやめろって。そのことは言うなって言ってんだろ。
てよ。そろそろ帰らないか。ちょっと落ち着けって。どこに行くって言うんだよ。一人でどうするつもりだ。いくら持ってんだ。財布の中にいくら持ってるかって聞いてんだよ。俺と合わせていくらになるか。二人でどっかに逃げるにしても予算次第だな。この件は俺にも責任があるしな。しょうがねえな。ついてってやるよ。何不安そうな顔してんだよ。俺が一緒に行くのは嫌って言うんだな。じゃあ行き先決めようぜ。どこでもってわけにはいかねえからな。予算次第だぜ。もしかして泊まるのはひなびた温泉宿とか言わねえよな。
どうした？腹でも減ったか？で、これからどうするんだ？本当に温泉にでも行くか？まあ、それもいいけどな。でも、何も見るものなんかなさそうだぜ。そういや、あの手鏡にも玄武の模様が書いてあったな。どうしたんだよ。あんまり奥に行くと危ないぞ。
何やってんだよ。どうしたんだよ、さっきから勝手に奥に入ってきて。何言ってんの。しっかりしろ。おい、目を覚ませ。大丈夫か。から移動しよう。このままいたら凍死しちまう。おい、今何か聞こえなかったか。
体何なんだ。走るぞ。なんだ、風？こんなとこで何やってんだ。キコじゃないな。誰だ。気がついたか。具合はどうだ。よかった、気がついたのね。他人の空似にしては本当によく似てるよな。タキコが二人いるみてえだな。そんな格好で雪山うろつくなんてお前らバカだろ。知らねえのか、その女っていうのはな。
何しやがんだウルキ。説明すんのめんどくせえだろ。それよりお前たちに聞きたいことがある。待ってウルキ、その話は後にしましょう。今はまだ疲れてると思うから。私は奥田滝子。あの、変なことを聞いていい？鏡を見てた？やっぱりそうだったのね。ここに連れてこられた時からそうじゃないかなと思ってたの。タキコちゃん？ううん、そんなことないわ。どこって北韓国に決まってるだろ。大体お前らどこから来たんだ。苦闘国からじゃないだろうな。聞いたことねえな。どこにあるんだ。東京ってやっぱりあなたたち日本から来たのね。説明できないけれど、ここは詩人天地所という世界なの。じゃあ、ここが異世界だとして、どうやったら元の世界に戻れるんだ。ごめんなさい、私にもわからないの。
それでは、お前たちは巫女と同じ世界からやってきた、と言うんだな。ここが異世界だって言うんだな。まあ、そういうことになるな。では巫女候補がもう一人ということになる。おい、ちょっと待て、引きつ。それどういうことだ。国が滅びようとするとき、異界より伝説の巫女が現れる。条件には当てはまっているだろう。いや、玄武以外の詩人にも巫女はいるんだろ。じゃあ白虎か朱雀か、もしかしたら青龍の巫女かもしれないってことか。もしくは玄武の巫女候補の一人かもだ。国が滅びる時に現れる滅びの証だ。不吉なものとして嫌われてる。てか、そういう言い方ねえだろ。巫女っていうのは詩人を召喚して国を守るって言われてる。だから私はこの国の人たちのために玄武を召喚したいの。戻る方法を知ってるってわけじゃなさそうだ。戻る方法は自分たちで探すしかないな。あー、やべ、煮すぎちまった。なんだ、腹でも減ったのか。たく、こんな状況だってのに。気を失う前のことは覚えてるか。これ玄武？これと同じような鏡を昨日聖地の祭壇で見たわ。その時は割れていたけど、玄武の聖地がこの近くにあったの。その奥の祭壇に同じような鏡が置いてあったわ。
確か、そうよ。同じ場所で同じ鏡、それが俺たちが来た原因かもしれないな。とにかく、その聖地ってところに連れてってくれ。中に入ってみよう。うまくいけばこのまま帰れるかもしれない。そこは今朝になって急に崩れちまった。もっとも中もだいぶ荒らされてたけどな。さあな、少なくともここはもう聖地としての力はなくなったってことだろ。昨日まではこの奥に祭壇があったんだ。見ての通りすっかり埋まっちまってるけどな。そういうことになるな。手がかりなしってわけか。巫女って言っても何か特別な力があるわけではないから。この近くに古くからこの聖地を守ってきた部族の村があるはずだ。崩れた聖地のことも何か知っているだろう。他に手がかりもないし、行ってみるしかないな。寝れないのか。まあまともな状況じゃないのは確かだけどな。まだここが異世界だって信じられないしな。今はあの人たちと一緒にいる方が安全なのかもな。
とにかく明日行くっていう村で鏡のこととか玄武のこととか聞いてみるしかないな。明日に備えて今日は寝ておこう。おやすみ。すみません。この村の長老様はいらっしゃいますか？あんまりいい意味じゃねえけどな。玄武の聖地で何があったのか教えてほしいんです。また随分嫌われたもんだな、玄武の巫女も。言っただろ、玄武の巫女は滅びの象徴だって。そのなんとか教団も伝説の巫女に現れてほしくないんだろ。だとしてもここまでするのは少し異常だと思うがな。壊れた祭壇はもう直せないんですか？決まりだな、そこ行ってみようぜ。
どうするかは知らねえが、早めに出発した方がいいぜ。石ぶつけられねえうちにな。なんだよ、玄武にまつわるものを破壊したのはそのなんとか教団なんだろう。第五教団だ。玄武の巫女がいると分かればいつ襲われてもおかしくない。ありがとうございました。さあ、もう一つの聖地に向かいましょう。それで一緒に行くつもりなのか、タキコ。ええ、もちろん行くつもりよ。どうして？どうしてって、七星子集めはいいのかよ。寄り道してる暇なんかあるのか。ここまで関わっておいて放り出す気？その教団がどんな人たちかもわからないのに、そんな無責任なことできないわ。俺たちには関係ねえだろう。なんでわざわざ巻き込まれに行くんだよ。いいえ、同じ日本から来たんだもの、関係なくないわ。お前は元の世界に戻りたいのか。では巫女になる気はないんだな。巫女を待ち望んでくれてる人がいるから、私はその人たちの役に立ちたいの。帰る。
おいてめえ、何言ってやがる。私はいいの。でもあなたたちが元の世界に戻るためにできるだけのお手伝いをしたいの。ええ。とりあえず一旦休憩にしようぜ。この先も長いんだし。念のためこの辺りを偵察してくる。大丈夫だとは思うけどな。俺も行こう。俺は道を確かめてくる。じゃあ俺は水を飲みに行ってくる。もう少し静かに歩けないのか。安心しろ、こいつらはおとなしい。お前たち、元の世界に帰るのか。玄武の巫女と同じ世界から来たんだったな。巫女も一緒に帰るのか。
そうか。急いで戻る。敵が近づいている。探しましたよ、玄武の巫女。シギ、たく、どこからでも湧いてくるやつだな。褒め言葉として受け取っておきますよ。放て。まとめて片付けてやるぜ。お前はあの時の。説明するのめんどくせえって言っただろ。得意体質ってことにしとけ。後ろに下がっている。
驚いたな。好きだらけですよ、玄武の巫女。シギ様、こいつと遊んでもいいでしょ。巫女が先ですよ、シュラ。七聖子は放っておきなさい。ウルキーだったよね。また今度遊んであげるよ。じゃあね。してやるって言ってんだろ。
いな。また今度遊んでやるって言ってるだろ。何なんだお前たち。何しやがる。離せよ。たくみさん。よそ見はいけません。依頼は完了です。聞きますよ、シュあなた方が単純で助かりましたよ。次は巫女の命をいただきます。
これ、温まるから。私にはまだやるべきことが残っているもの。私はこの世界に来てからいろんな人に力を貸してもらったわ。だからその人たちの力になりたい。私にできるだけのことはしたいの。あなたはこのまま帰ってしまうの？たくみさんを探しに行くんでしょ？あなたが諦めたら、一体誰が匠さんを助けるの？匠さん、きっと心細い思いをしているはずよ。たった一人であなたの助けを待っているのよ。